を取ったんだと思います。あ、はい、スポンジをね。スポンジを。なるほど。山崎さん髪切りました。あ、切りましたいいですね。はい、切りました。いくらぐらいで切るんだ。ですか。いつもは1000円のとこで切ってたんですけど、あ、これちょっと奮発して2000円のとこで。あ、本当ですかいいですね。いつもはどこで。いつも800円なんですよ。え、子供料金じゃないですか。子供料金なんですえ、そんなとこあるんですか。800円で切ってるんですけど、一応俺もなんかね、はい、あれじゃないですか、おしゃれはしたいじゃん。おしゃれはしたいでもちょっと高いとこ行くの怖くないですか。怖かったです。めっちゃ緊張しそうだな。正直めっちゃ緊張しました。髪切る前に初めてシャンプーしました超ビビりました。髪切る前にシャンプーするんだ。髪切る前にシャンプーするんだってなりました。あ、確かに。あれはびっくりしました。自分もやったことないですね、髪切る前にシャンプー。でもなんか友達からきっとそれが普通らしいです。髪切る前にシャンプーするのは普通だよって言われた。しないっすよ。そう。あ、これは来るの。髪切る前にシャンプーする？しない。あ、皆さんこれをつないでくれる。ああ、そういうことか。はい。終わりました。はい。あ、機内モードにしないと。はい、30秒前です。おはよう。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 筋肉痛。まもなく10秒。あ、おはよう。もう10秒前。はい、5、4、3、2、1。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。はい、どうも、クーター進化です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。いや、もう10月もね、24日です。そうですね。もう早いね。来週ハロウィンですよ。ああ、ちょうど来週ハロウィンだね。ハロウィンは子供が仮装して、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞって大人のところに行くやつですね。うん、どんだけ生意気なんだって話ですよ。大人に対して。はい。ね？大人に向かっていたずらしないとお菓子あげないといたずらするよってや。いやいやいや。これで大人も大人だよ、でも。はい、大人もね、怖いとか言って怖かったさ、ふざけてお菓子あげるだろ。いや、そういう祭り事だからしょうがないでしょ。いや、ここでね、大人がビシッと注意しないと子供はもっと調子に乗るからね。全然楽しくないし、そんな祭り。いやいやいや、怖いお化けとかいっぱいいるじゃないですか。あ、ミイラとか、ああ、ゾンビとか、はいはいはい、魔女とかいっぱいいて楽しいじゃないですか。いや、でもそんなものよりも、うん、俺は土神発言をした機動隊の方が怖いと思う。話変わってくるだろ。本当に。何言ってるか。土神って言葉をね、まさかこの時代に俺聞くとは思わなかった。いや、まあそうかもしれんけどさ。歴史の勉強でしかね、俺目で見るもんだと思ってたから、土神っていう言葉、まあまあ、ね、文字ね。ああ、いや、もうありえないでしょ、あれは。まあ言っちゃったけど、ね、確かに反対派もね、いろいろとね、やりすぎた行動とか、いろいろ、まあ問題はあるのはわかるけど、さすがにね、機動隊がね、土神って発言するのはどうかと思う。まあまあまあね、みんなとね、沖縄の歴史を知ってるのかって話ですよ。もういいんじゃない？沖縄戦の歴史とかね。これぐらいでいいんじゃない？おかしいですよ。なんかエジプト人のやタレントのフィーフィーとかもなんかふざけて、いやもう関係ない話。何もわからんくせになんか機動隊を擁護するようなね、ツイートをしたり。いやもういいんじゃない？あと百田直樹。みなと。ハゲの百田直樹。みなと。アニメもよ、なんかもう、なんか機動隊の文句ばっかりピックアップしてメディアはどうなってるんだ。みなと、まだ見てみなと。反対派の。みなと、悪口もや出してた。みなと。ただのハゲが。落ち着け。毛根がゼロかや。みなと。毛根がゼロって言うね。落ち着けお前。は？ハロウィンよりも土人発言した機動隊よりもお前が一番恐ろしいこと言ってるよ。え、俺また取り乱してた。いや、もうかなり取り乱してて、もうやばいこと言ってたよ。ごめん、マジな。本当にやばいよ。気をつけるわ、勝利。ごめんな。いくらコミュニティ FM だからって言っていいことと悪いことあるから。気をつけないといけないな。もう話変えよ。何話変えても。みなと、明日の予定は？明日はハロウィンで仮装する衣装をドン・キホーテに買いに行く。お前がこの世で一番怖いわ。ワッター進化の集まれワッター進化。
はい、こんばんは。はい、どうも。はい、どうも、よろしくお願いします。あれ、クーター進化です。入ってる？始まりました。マイク入ってますか？クーター進化の、あ、集まれ、ワッター進化、よろしくお願いします。お願いします。いやー、1週間ぶりですよ、皆さん。ほんとね、お久しぶりです。めっちゃ久しぶりな感じしますね。なんかね、うん、そうですね、1週間なかったですね。足止めのと1回お前がやってから、うん、はいはい、ラジオがなんか毎週久しぶりに感じです。あー、もう覚えてないんですよ。覚えとけ。いや、今日もね、ツイキャスよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。愛知県のユーミンさん、こんばんは。こんばんは。リュウジさん、こんばんは。こんばんは。綾野さんもこんばんは。こんばんは。中田猫さん、こんばんは。こんばんは。こんばんにゃ。オリトマさんもね、拍手いただいてます。拍手いただいてます。いや、すいませんね、ちょっと のっけからちょっとね、取り乱してしまって申し訳ない。漫才ですか？そうだよね、ツイキャス怖いね。いや、エジプト人のタレントのフィーフィーがね、このツイキャスを見てないことを言うんですよ。キャプタさんも大丈夫だと思います。いや、本当に怖いですよ。閲覧人数の中に入ってる可能性ありますから、ね、この8人のうちないとは言えないですから。2人がちょっと気をつけないとなと思ってるんですけど。まあ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 、ね、取り乱してましたけどね、うん、あの、僕今ハマってるものがありました。ああ、どうしたどうした。フルハウスっていうホームコメディードラマにちょっと。知ってますかね、皆さん。昔のフルハウス、アメリカのやつですか。まあ、知ってる人は知ってると思うけど、ね、まあまあ、でも古いですからね、うん、ネットフリックスっていうアプリを取って、はいはいはい、今毎晩毎晩寝る前にフルハウスを見てるんですけど。へえ、そうですよ、リュウジさん。あの、ノルウェースウェーデンの店長に勧められて、うん、ほー、そうなんですか。あの、フルハウス自体は、うん、俺出会い小6だったんですけど。ああ、結構前ですね。小6夜中テレビ見てたら NHK でやってて、うん、それで好きになってちょくちょくね。NHK でやってるじゃないですか、フルハウス。はいはいはい、たまに、はいはい、何年かに何回かぐらいね、うん、やってます、ね、それでまあ見てて、あの、フルハウスの続編でフラーハウスっていう続編、うん、ネットフリックス限定で。うちな口ね、あれは。あれは違う。あの、フルって FULL、うん、まあ、満員って意味ですよ、うん、フルハウス、うん、フルに ER をつけて、さらに満員。なるほどね。フラーハウスっていう、非角球の。そうそうそう、あのね、このフラーハウスの第1話を店長にね、うん、携帯で見せられて、うん、本当に泣きそうになって。笑いすぎて。あの頃のキャストがあのまま声優陣も同じでね。へえ、ちょっと面白いなと思って、もう思わず1ヶ月間無料っていうこと、この無料に惹かれてネットフリックス登録して。あ、そうなんです。フラーハウスはもう全部見たんですけど、おう、そのフラーハウスを見て、またフルハウスをね全152話を今見ましょうってことで今見てる途中です。マジで勉強しれや。いやいやいや、勉強なんてもう旗揚げ終わってからもうダメですよね。旗揚げ記念公演終わっても大学はもう身が入らないですよね。やばいな、ダメですね。8公演もやるもんじゃないな。いや、ほんとダメです。人をダメにしますよ、MEC は。ほんとに。そう、いや、もう声が出ないっすよ。あのね、うん、先週の土日に終わって、はいはいはい、今日俺疲れが出てますよ。なんで？年？ですよ。もう完全に、ね、間違いないですよ。年か、完全に年か。いや、そうそうそう、海外ドラマ長いからね。いや、でも1本どれぐらいなの？1本30分でも、あれは。ああ、そうなんだ。コメディなんでね。へえ、いいテレ、教育、まあ、教育的な感じなんだ、あれ。ああ、そうなんだ。ただシーズンが8つあるんですよ、フルハウス。8、シーズン8あって全152話なんで。多いな。まだ俺4話ぐらいしか見てないから。先は長いです。足りるのかどうか。いやいや、もうこれはもう俺本当に寝る間をね、寝る間をもう、はい。なんだばよ。寝るつもりやし、お前、完全に。今日なんですけど、うん、今日、人生で一番頭が回ってない。なんで？わからない。わからないばよ。なんだばよ。ほんと回して。あのね、ラジオ中だね、今日もね、俺、こっちの前にね、うん、某 FM 沖縄っていうところで、某いらんから、ね、僕、AD をやってるんですけど、AD やってるんだね。全く頭が回らないんですよ。あ、そうなんだ。あの、某ユークールラボっていう、某いらないから、番組の僕、AD をやってるんですけど、長くすることになってる。あの、リスナーさんに電話をするんですよ、うん、毎回毎回、うん、あのコーナーで。はいはいはい。全然言葉が出ないのよ。へぇ。いつもやってるはずなのに。へぇ。ゲシュタルト崩壊に近いんですけど。ゲシュタルト崩壊に。ダメですね、今日は。あ、そうなんですか。本当に、皆さん、放送事故が7回ぐらいあるかもしれない。やばいな。やすいません、放送事故ご了承ください、ね、ないようにしますので。いや、でもね、オープニング漫才、オープニング漫才、ハロウィン、ハロウィンだったと。ハロウィンもね、もう近いですよ、ハロウィン。来週1週間後、ね、仮装する人とかいるんですかね。
あの、チャタンは毎年すごいらしいですね。あ、そうなんだ、仮装大会。仮装してるやつらがね、いっぱいいて。軽蔑すんなよ。あいつらがね。はい、ハロウィンね。ハロウィン。いやー、なんかお前は仮装とかしたことある？ごめんね、お前って言ってね。いやいや、俺、ないんだよ。ないんだ。いや、俺、あんなの俺できなくて。めんどくさくないですか？そうなんだ。あの、いやいや、あのね、うん、いや別にバカにしてるとかじゃないんですよ。あの、羨ましいんですよね、でも。ああ、やるのはね。そういうのをやる、いや、できる人たち。うん。ね、あんな格好して外を出歩ける人たちが。え、じゃあ、軽蔑してるから、完全に。言い方にトゲがあるから。いやいやいや。いや、ないよ。リスペクツ。リスペクツじゃないよ。リスペクツです。うるさいよ。いや、もう、いや、もうね、うん、今日もあの、毎週同じようにね、コーナーを3つほどやりますので、はいはいはい。皆さん、最後まで。よろしくお願いします。ね、楽しんでてくださいね。本当に回ってないな。いや、もうやばいな。はい、じゃあもう早速、じゃあ CM 挟んで最初のコーナー行っちゃいたいと思います。早々と終わらしましょう、今日は。時間は変わらないからさ。はい、じゃあ CM でーす。クーター進化の集まれワッター進化。あ、いいかもしれないですね。ね、あやむさんのね、あやむさんも中田猫さんも猫、アイコンが猫ですけどね。このアイコンは自分で飼ってるペットなんですかね。綾野さんはそうじゃないかな。え、めっちゃ可愛いんじゃない。中田猫さんもね、可愛い猫やってますけどね。いや、めっちゃ可愛い。うん、猫。俺猫派だわけ。あー、うん、俺は犬飼ってるんですよ。へー、はい、あ、そうだった、犬飼ってるね、はい、違うよん、違うよんってね。中田猫さんが猫ですもんね。そういえば。そうですよ。あ、きなこって名前なんだ。かわいいね。あの、俺のお母さんも猫飼ったらきなこって名付けるって言ってた。なんで色の毛の色。え、わかんない、きなこ。うん、言ってた、はい。で、沼さん、猫なんすか。自分が猫だろう。そうなんだ。これで一緒に、これでいきたい。はい、10秒前です。5秒前です。4、3、2、1。集まれワッタ進化。最初のコーナーはなりきりゲスト。はい、この大丈夫ですか。はい、このコーナーは知名度も皆無でゲストも呼べるはずのない僕たちがいろいろ考えた結果、コンビの片方が架空のゲストになりきって投稿しようというコーナーです。本日のゲストは全く歩かない男、イラミナ高則さんです。お願いします。はい、椅子で登場してます。よろしくお願いします。当たってますよ。お願いしますね。ぶつかりましたかね。全然、はい、全然マイクと合わない。おー、じゃ全然乗りこなせてない。どうもどうもどうも。さっきガシャーンってなってたからね。大丈夫ですか。じゃあドンってなってました。何がですか。歩いてください、本当に。え、この距離ぐらい歩けるでしょ。へえ、なんすか。なんすかじゃない。あなたも頭回ってない。自己紹介お願いします。ああ、僕ですか。はいはいはい。イラミナ高則って言います。イラミナ高則さん。はい。全く歩かない男。歩きますけどね。さすがに家の中では。家の中ね。歩きますよ。マジで。はい。いや、じゃあいろいろ聞いていきたいと思うんですけども。いいですよ、何でも聞いてください。趣味とか。趣味ですか。はいはいはい。どうなんですか。趣味か、なんかこれっていう、でもアウトドア派ですよ。ああ、アウトドア。よく外に出るんですけど。え、そうなんですか。はい、どんなところにも、何かに乗っていくのが趣味ですかね。歩かないね。本当に。全然歩かないんだ。本当に。何かって、例えばバスとかってことですか。バス、タクシー、モノレール、とか。そうなんですか。はい。今日はどうやってここまで来たんですか。あ、今日はタクシーで。あ、タクシーで来た。タクシーで来ました。家はどの辺なんですか。家は、急なの、このすぐ隣のローソンの後ろのアパート。歩け歩け、超近いやし。ここの反対側の、反対側の後ろの方ですよ。むしろタクシーの方が時間かかるでしょ、これ。ん？うんじゃなくて、歩いてくださいよ、こんな短い距離ぐらい。いやいや乗るでしょ。乗らないでしょ。シータク。シータク乗るでしょ。なんでタクシーチョイスしたの？自転車とかは乗らないんすか？乗れないっす。そっち？二輪がちょっとダメなんです。二輪ダメなんですか？二輪がね。二輪系は？二輪系が。そうなんだ。はい。年いくつなんですか？僕ですか？はい、もう21です。21？ はい。21年間歩いてきてないってことですか？家の中で歩きます。家の中を省いてよ。さすがに。家の中。小学校とかどんなして登校してたんですか？おんぶ？おんぶ？おんぶ。誰の？お父さんの時もあったし、
そこら辺の人の時もある。いや、おかしいだろ。足、大体大人はね、はい、足を怪我したふりすると、おんぶしてくれるんですよ。最低だろ。お前子供で何を覚えてるか。さすがに高校になり始めたぐらいからバレー始めた。バレるでしょ。さすがにバスに乗りましたね。バスかい、それでも。それでもバスかい。はい。そうなんですか、うん。普段とか何されてるんですか。普段はですね、普段か、今日は何で行こうかなとか、あ、バスの時刻表とか、モノレールの時刻表とか見てますよ。変わりすぎてるな。普段はじゃあバスの時刻表ばっかり見てるってことですか。はい。どういう生活してるんですか。いやいや、もう言った通りの生活。やばいやつじゃないですか、完全に。やばいね。いや、もうじゃあ、あらかじめちょっといろいろ質問いただいてるんで、その質問も。そうなんですか。聞いていいですか。はい。好きな食べ物なんてのもね、ちょっと聞きたいんですけど。好きな食べ物。はい。バスでこっそり食べれる小さいサイズのお菓子が好き。結局何かに乗ってる時に食べれるやつじゃないですか。小さいお菓子ね。小さいお菓子。こっそりバレないように。飲食禁止じゃないですか。バスは飲食禁止ですよね、多分。こっそりね。いや、でもこの前、バス乗ってたら、チキン南蛮弁当を食べてるおじいさんがいました。おー、大胆ですね。大胆ですよ。まあ、あれぐらいになると逆にいいんじゃないですか。僕はそこまで行くと。まだ僕はそこまでのあれは。いけないんですか。そうですね。そうなんです、ね、はい。ルール破っても僕、マナーは守るんで。ルール、マナーは守ってるんだ。そういうことね。好きな女性のタイプとかも聞いていいですか。あー、太ってる人。え、太ってる人が好きなんですか、はい、デブ戦ってことですか。まあそうですね。そうなんですか。だって、あいつら歩かないじゃないですか。そっちで、ね。そういう意味で好きなんですか。そうですよ。そこなの。はい。いや、歩かないじゃないですか。偏見がすごいから。あいつら。歩く人もいますよ。絶対歩かないでしょ。いやいや、歩く人いるから。お家の中でも歩かないでしょ。いや、歩く歩く。え、歩く歩く。あ、そうですか。いやいや、歩いてるよ、多分。ああ、嘘。嘘じゃない。デブが。デブバカにすぎる。デブなのに。デブって言うなよ。僕よりデブが。お前やめよ、ほんとやめろ、ほんとやめろ。デブ。いや、ほんとやめろ、ほんとに。歩けるんすか、デブ。放送事故だ。デブって歩ける。いや、ほんとやめろ、お前。やばいよ、お前。デブは歩かねえだろ。文句がすぎるな、本当に。バカじゃねえの、バカじゃねえのとか言わないよ、本当に。頭おかしいだろ。なんだ、お前。口悪いな、本当に。デブが、本当に。本当に口悪いな。マジで言うな、デブとか。好きな動物、はい、好きな動物なんですか。あー、まあ、さっきチラッと聞こえたんですけど、なんか猫ね、猫の話してましたよね。はいはいはい、僕も猫が大好きなんですよ。そうなんですか。はい。おー、よかったじゃないですか、綾野さんとか中田猫さんとかね、うん、僕猫が大好きなんです。なんで猫が好きなんですか。猫は別に散歩しなくてもいいじゃないですか。待ってた。それが理由。あいつら勝手に遊びに行って勝手に帰ってくるから。そんな理由ですか。そうですよ。散歩したくないだけってことですか。散歩したくないっていうか、歩きたくない歩きたくないっていうか、歩きたくないんですよね。真夜中っていうか、ね、歩かずに散歩ができる。真夜中っていうか深夜さんは関係ないですよ。え、今真夜中っていうか深夜さんは関係ないですね。 FEC 先輩のどなたですか。いや、今言いようとしてたでしょ。え、言ってないんですか。いや、言ってないですよ。何なのこれ。何を言ってんですか。好きな乗り物、好きな乗り物聞きましょう。あ、好きな乗り物ですか、うん、馬。馬。はい、馬。馬。業界っぽく言うと、マーウーです。業界っぽく言わんでいいよ。マーウー。なんで馬なんすか。馬はだって乗り心地最高ですよ。そうなんですか。はい。え、タクシーとかバスとか、うん、自転車とか、まあいろいろある中で、はい、馬ですか。馬。あと、美味しいしね。馬刺し。はい。いやいやいや。乗って食べるってお前最低だよ。ねえ、もういつでも乗りながら食べる。ねえ、乗りながらが食えないから。乗りながら刀でね。死ぬから。カサッと。何言ってるの。食べれるじゃないですか。いやいや、おかしいでしょ。うん。じゃあ最後の質問言っていいですか。あ、最後ですか。今欲しいもの。はい。今欲しいものといえば何ですか。免許ですかね。持ってないんだ。免許。免許持ってないんだ。免許持ってない。だからタクシーとかバスになってるんだ。はい。そうでしょ。あ、そうですよね。いや、自分の車、あ、運転するのもめんどくさいな。なんだべ。運転もしたくない男みたいになってるじゃないですか。きついな。きついなじゃないよ。足使いたくないな。もうやばいやつじゃないですか、本当に。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。まあまあまあ、というわけで今日、はい、いろいろ質問していきましたけども、はいはい、今日お時間が。ああ、本当ですか。あ、今日どうでしたか。いや、楽しかったですよ。あ、本当ですか。本当に楽しかった。また呼んでくださいよ。ありがとうございます。はい、タクシーで来るんで。タクシーで来るべ。あ、一個だけお願いがあるんですけど。一個だけなんですか。タクシー呼んでもらっていいですか。俺がね、もういいよ。もういいよじゃないですか。以上、もう終わりですね、はい。以上、というわけで、今回のゲストは、イラミナ・タカノリさんでした。ありがとうございます。押してもらっていいですか。もういいよ。もういい。はいはい、いけいけいけ。はい。
曲いきましょう。曲グリーンデイでマイノリティ。わあめっちゃいい歌。あのね、はい、グリーンデーは中田猫さんから事前にリクエストがあったんですよ。そうですね、中田猫さんグリーンデー好きだし、あのグリーンデー流してくださいと。めっちゃいいですよ。俺トゥアニーワンガンズっていう歌が好きなんですけど、まあ、全般好きらしいですよ。本当ですか。中田猫さんはトゥアニーワンガンズ、うん、めっちゃいいなと思うんですけど、グリーンデーは、はい、オーラブっていう歌が好きです。あーめっちゃいい。わかる、わかる。ウノだったから、ウノってアルバムに入ってると思う。めっちゃいい、あの歌も好き。あの歌は好きですよ、グリーンデー。グリーンデー最近ハマってるんですよ。ああ、そうなの。うん、バスケットケース、めっちゃ聴いてますよ。あ、ステイゴールド、ステイゴールドじゃなくて、なんだかな。ステイなんとかっていう歌もめっちゃいいんだよな。ステイウィズミー、違うなんだったかな。ステイ、後で調べとこう。じゃあ後でみなとに聞かすよ。本当？ステイなんだったかな。ステイなんとかあるんだ。うん、うん、あるそうですね。今日のゲストは、あ、綾野さん、うちの猫今空の餌皿を前に見つめてかわいい、かわいい猫ちゃんですね。めっちゃかわいい。いいですね、猫欲しい。猫ね、あのスコティッシュフォールドってわかる？あ、わかる。めっちゃかわいくない？あの、名前しかわからん。耳が垂れてるわけよ、前の方に。え、猫なのに。そう、猫なのに、めっちゃ可愛いですよ。猫ね、猫いいよ。実家、山城の実家では猫飼ってます。へぇ、雑種なんですけど。マンチカンって、あ、聞いたことあるな。この綾野さんのきなこちゃんは、うん、なんていう種類なんですかね。あ、気になりますね。ね、なんていう猫の種類なんでしょう。アメリカンショートヘア。アメリカンショートヘアって灰色じゃない？うん。見合ってないやつは。ミックス。俺のやつミックス。いやいや、遅い、ずる。ミックスって何と何のミックスなの？ミックスってあれだよ、ね、混ざってる。マンチャーだよ、うん。ミックスか。あ、虎の。虎の赤ちゃん。虎の赤ちゃんじゃないと思いますよ。そうなの？そんな危険なものは買わないんじゃないか。違うんすか？おい。あ、アスカ。まだ自信もあるんだ。やら？野良だろ。うちなんちゅう。クーター進化の集まれワッター進化。可愛いっすね。いやでも本当に猫って散歩しないところとか。楽じゃん。猫散歩する人いないよな。うん、楽じゃん、ほんとに。いなくなるんだもんな、ほったらかしたら。あ、そうなの。窓とか開けて、また帰ってくるし。そうなんだ。あれ、アパートとかって危ないと思うけど、一軒家の人とかはもう、そうじゃない。へぇ、そうなんだ。まあ、家の中で飼ってる人も多いとは思うけど、うん、猫って。俺、あれ飼いたいんだよな。忘れた。猫ではないの。モルモット。ああ、めっちゃ可愛かった。子供の国で触ったんだけど、はい。モルモット。モルモットは飼いやすいのかな。どうなのか分かんないです。分からんけど。モルモットね。めっちゃ可愛かった。ウサギが安かったですよ。最近お店行ったら。宴？うん。ウサギ？なんて言った？はい。5秒前でーす。ウサギ。あ、ウサギね。迷ったら高いとこ登って自分のお家探すんだって。集まれ！ワッター進化ー。はい、はいはいはい。最初のね、最初のコーナーが終わりましたね。けどね、去り際がよくわかんないですよね、いつも。ほう。なりきりゲストの。去り際。今回のゲストは、イラミナ・タカノリさんでした。ありがとうございました。ああ。で、また一ボケ来るでしょ。そうですよ。コーナーですから。そうですよね。はい。どんどんボケていってもらっていいですけど、ね、なるほどね。楽しかったです。いやー本当にね、はいはいはい、歩きましょうね。沖縄の人は歩かないですから。歩きかんっていいですからね。歩かない県沖縄県ですから、ね、ナンバーワンですからね。本当にでも本当にでも歩かないですよね。分かんないですよ。前田夏樹さんが沖縄って歩くとこないじゃないですかって。道の上でここ歩くとこですよみたいな、ね、あれ本音ですからね。
監督のあれとかじゃなくて。そうなんですよ、本当ですよ、本当にもう、本当に歩きましょう、はい、はいはいはい、昨日一昨日ですね、うん、僕あのおじいちゃん家が引っ越しをすることになって、はいはいはい、ちょっとあの引っ越しの手伝いでいろいろお家の中を整理してたんですけど、お僕のあのおじいちゃんがかなりの読書家でして、本がいっぱい、はい、ん？サファーストさん、はいはい、サファーストさんになってんのかな、はいはいはい、横の酔っ払いが意味わからん、おこって今隣に居酒屋にいらっしゃるのかな酔っ払いさんがいるんですかね見せてくださいこのラジオを僕が注意しますいいよいいよ、だからそうじいちゃんがものすごい読書家で、おう、まあ、一軒家から新築のマンションに引っ越しすることになったんですけど、おう、本が、うん、多分よ、うん、1000冊以上、1000ってすごいね、一部屋本だらけの部屋があって、へえ、工藤新一の家みたいな、あーちょっとピンとこないコナンの、コナンですか、コナンの、コナンはちょっとあんまり見てないんですけどそうなんですか、本当に本が1000冊以上あって、1000冊ってすごいね、まあでも半分以上は沖縄に関する本なんですよ、へえ、沖縄の歴史とかね、さまざまな分野の沖縄の本で、残り半分はまあ小説だったりいろいろ、いや本当に本当にたくさんあるのよ、うん、夏目漱石とか、あの手塚治虫漫画もあったしね、あすごいね、手塚治虫、あと幅広いね、司馬遼太郎、大江健三郎、うんうん、俵町、あもうそろそろわからない、山の口幕とか、ね、詩集とかももうたくさんあるん、とにかく、へえ、あのね50冊ぐらいもらったよ、あもらったんだ、もう読まないからつって、何もらった、あの罪と罰っていう手塚治虫の漫画と、はいはいはい、あと司馬遼太郎って書いてるのは、司馬遼太郎さんが書いてるのはほぼもらいました、大井龍馬、あ龍馬がよくじゃない、あ龍馬がよくですね、龍馬が武田鉄矢ですね、龍馬がよくはね、あの去年もらいましたよ全部、面白いですよ、ね、であとは何があったかな、たあのだサラダ記念日ももらいました、田原町の刺繍も、刺繍も、ね、いやもう本当にね、うん、あの私立図書館には買ってる、うそ間違いない私立図書館に、県立にはもちろんかなわないけどね私立に勝つだけでもすごいよ、買ってますよ、へえ、いや本当に、ね、すごいすごかったです、最近俺は漫画集め始めてるけど、お初めの一報だけど、あーボクシングボクシング初めの一歩、面白い、面白いの、面白い、なんか結局さ、はいはい、ああいうシリーズもんってさ、うん、なんか続くとどんどん面白くなくなっていくとか言うけど、うん、読んだら結局ハマるよ、へえ、読めば、あのね俺漫画もそうだけど俺読書が苦手なんですよ、そうなんだ、あのね、あでもしてたイメージないな、あの本当に続かないんですよなんか中学校の時のさ、朝の読書時間とかもずっと喋ってた感じするけど、ね、いやもうただのそれ嫌ならばやあでも本当にダメだったよ、集中できないわけよ、そうなんだ、俺だからあのワンピースもね、うん、流行りに乗って俺読んだんですよ一時期、はいはいはい、55巻でやめました、 55? 難儀でもう、面白いんですよ、うん、面白いけど難儀でやめましたよドラゴンボールと浦安鉄筋家族だけですね、ああ続いてるんだあとあの短編の漫画、うん、1冊で終わる漫画とか、あーなるほどね、鳥山明がね、あのドラゴンボールの作者の鳥山明が、うん、あの一巻だけの漫画よく出すんですけど、へー昔のがあって、うん、そういうのはもう全部集めましたよ、あーそうなんだ、すぐ終わるし、うんうんうん、読みやすいしね、沖縄もんちっちさん、はい、本がたくさんいいな、私も本が好きなのであれこれ読んだりしてますよ、うん、一番おすすめなのがカラフルってタイトルの本と心霊探偵ヤクモ、ヤクモ知ってます、わからないです、面白いよ、へー、では悪魔に勝てないので夢の中、スイマですね、はい、すいません、もうこの回を呼んでください、すいません、おおすげえすげえすげえ、奇跡的にすごいですね歯止めが効かない聞いててくださいね、ありがとうございますね、いやいやもうありがたいですよ少しだけでもありがたいです、本当におやすみなさい、はい、はい、稲中卓球部もね、あうちなんちの作者でしたよね、稲中は、そうなんですか、うん、あ違うかな、わかんないわかんない、稲中はそうだと思う、うん、あ世紀末リーダー伝たけしも俺読んだよ、わかんないわかんないわかんない、いや島袋光俊、そうなんですか、トリコの作者、トリコさんの、うん、トリコさんって、はいやなんでちょっと小松なんでちょっと小松節を入れてきたのか、小松節がねちょっと入ってきましたけど、ね、俺も疲れてんのかな、ちょっと、いやもういや疲れるの
だろ、だって頭回ってないのかな、月曜日ですよちょっとね、何ですか、もう終わりましょうよ早い早い、あと半分残ってますからね、半分ね、半分残ってますから、いや本当にもう続いてのコーナー行きましょうか。じゃあ風邪気味なんですよ実は。あ、そうなの。あの鼻詰まりがちょっとすごくて、風邪、左の鼻のみが、あ、左の鼻だけが詰まってる、はい、いや俺鼻炎だから一応結構詰まってるけど、あのね、だから多分引っ越しの手伝いですねあれが原因、あれが原因あれが原因、相当なほこりでしたでは続いてのコーナーいきましょう。いやいや、こんな感じでいくんだ。続いてのコーナーは、俺たちは大きくなった。はい、このコーナーはですね、今年二十歳を迎えて大人になろうとしている二人の俺も大きくなったなーってエピソードを紹介するコーナーです。はい、そうです。まあ早速ですけど、はい、リュウジさんのこの勝利くん世紀末リーダー伝たけし知らんの。知らないです、すいません。のもこれももちろんあの時代ですよね。へー、まあ古いですからね、言って本当に僕もあのたまたま知って読んだんで、面白い、面白い、バカバカしいね。大人に近づくために読んじゃいたいと思います。ああ、読んでください。大人になったエピソードあります？あ、僕ですか、はい、僕あの自分から運動するようになりましたね。なんか子供の時っていろいろ走り回ったりとかさ、うん、遊んだりね、そうそうそうしてたけど、はいはいはい、もうなんかね、だんだん大人になってからそういうのしなくなって、うん、あ、なんかやっぱ運動不足を感じるわけですよ。はいはいはい、はい、だからやっぱり走らないとなとか、ね、そうですよね、考えたりとかしちゃうね。確かにあのどんどんあの逆に運動する機会が減ったからね、うん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 、確かに体を動かそうって思わないとダメだね。そう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 、だから思うようにしないとなっていう。僕もね、昨日バスケをしたんですけどね、おうほうほう、ものすごく久しぶりにスポーツやったんですけど、うん、1試合終了と同時に手足のしびれが半端なかったやばいでしょ禁断症状出てない、本当にもう大丈夫ね、終わると思った全てが本当に、いやー、最近でもスポーツやったといえば、はい、大学の授業でゴルフを取りまして。ほう、あ、ありますよね、大学もね。ゴルフってあるんですよ。俺もね、1年生の時にサッカー取ってた。ああ、そうなんだ。楽しかったですよ。いや、俺ゴルフってあるんだと思って。ゴルフって大学内でやればあるの？なんか、陸上競技場の草ぼうぼうなところで、球を打つみたいな感じだけど。ホールはないよね、もちろん。そうそうそう、ないないない。落ちっぱなしというか。でも結構なんか、昔やってたから。そうだよね。そうそう、なんか、どっちかっていうと、勝利は本当にゴルファーだからね本当に、まあ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 、どうなんだろう、実績もすごいですから彼は。いやいやいや、もう全然ですよ。いやいや、ありがとうございます。いいですね、はい、あのね、はい、はい、僕ですよ、港さん、あの今日ですよ、今日、今日、うん、どうしました、歯が欠けました。歯、歯がやばくない？いや、あの去年の何があったの、右の奥歯らへんがね去年よ去年ちょっとか若干欠けてたんですけど、はいはい、さらに欠けて、穴が開きましたよ。なんでなんでなんで、怖っ、あの脆くなってますね。いや、脆くなってるとかなのそれって。怖いわけだから俺も、ポップコーン出たぜ、しかも、え、もうやばいだろ完全に。怖いよな。え、どういうこと、虫歯、は、どういうこと。虫歯でもないんだよ。だから俺もう明日から俺牛乳始めるから牛乳飲んだ方骨を強くしないと。あのね、俺歯医者もね、俺本当にね、あの全部生え変わって歯が、うん、虫歯も一個もできてないから俺、うん、全然行ってなかったんですよ、歯医者も。でも行った方がいいね。いや、もう本当にもう数年ぶりにちょっと歯医者を予約しようと思ってます歯かけるってだいぶショックでしたよだいぶショックでしたあんま聞かないけどね。いや、もう本当に歯かけたって割ったおじいでも聞かないよ。親知らずもちゃんと生えてきてくれたのに変な生え方もせず親知らずがちゃんと生えてきたんだ。もうだからプラマイゼロですよ親知らずはだから俺抜かないことにしましたあ、そうなんだ親知らず、はい、親知らずを抜かずに、はい、その元あった歯を抜いて、うん、そこの位置に親知らずが持ってくるみたいな治療法もあるって聞いたけど、 あ、グロテスクだね。そうしようかな、そうしようかなとか、ね、お前が決めることだ。かけた歯を抜いて親知らずを。じゃじゃ、あ、そんな近くにあるの？あ、でも本当に二個挟むぐらいかな。二個は遠いんじゃないかな。一個か二個挟むぐらいのあれだから。そうなんだ。うん、大丈夫だよ、歯がかけるって。だいぶショックでしょ。牛乳飲んでね。俺本当にちょっと泣いたからさ。痛みの痛みじゃなくて精神的なあれで泣いてる。結構ね。はあ。びっくり。おお。
今日はこんな感じでいきますよ、マジで。あのね、今日は本当にね、うん、あの想定外なのが悔しいですよ。ナチュラルなんですよ。ダジャレがね、すいませんにしても、はーにしても。最近もう、はい、サメの話題になって、おふざけてね、うん、他の人がさ、あの、サメは人懐っこいって言ったから、おいや、サメるわって言ってしまって、あの自然にですよ。本当にショックでしたね。ショックだね。本当に。本当にし、あの、これもなんか大人になった証拠じゃない？いや、もう死にます。二十歳を機に僕は。重いな。死ぬことにします、ね。命まで。歯もかけて。差し出すと。いや、本当に。命より大事な歯ですよ。命の方が大事ですか。まあ、こんな感じでね、はい、あの大人に、ね、なったエピソード、大人になったなって感じたエピソード、今までありましたらですね、リスナーの方々も、ぜひともね、送ってきてください。はい。エピソードを紹介しますので、うん、はい、よろしくお願いいたしますね。お願いします。こんな感じですかね、今日は。こんな感じで。ちょっとね、はい、最後のコーナーが長くなりそうなので。あ、そうなんですか。もう。じゃあ、さっさと。行こうかな。どれぐらいになりそうですか。3時間半ぐらい。やばいな、足りないな、全然。じゃあ、早めに。放送終了後も俺やるっていう。あ、ずっと喋ってるみたいなんで。そうです。よかったら聞いてください。行きましょうかね、じゃあ。以上、はい、俺たちは大きくなったでした。ええ、お前顔濃ゆいな。は？いやもう濃いだろや。は？あいつも顔濃ゆいな。本当だ、あいつも顔濃ゆい。集まれ、ワッター進化。最後のコーナーはこれでお前も好きになる。はい、このコーナーはコンビの片方が好きなものをもう片方に熱くプレゼンし、無理やり好きになってもらうコーナーです。はい、コーナーの最後にプレゼンされた側に好きになったかどうか聞いてもらいまして、はい、好きになってもらえれば合格。はい、好きになってもらえなかったら、はい、もう次から出ない。うん、ということで出ませんもん。やめます。はい、はい、というわけで、まあまあまあ、前回何でした、僕がアンパンマンを、アンパンマンをねプレゼンしてね、プレゼンしましたけども、まあ今年は僕から勝利へということで。何ですか。あのね、バンド。バンド、なるほど。あのね、頭とかにつけるやつ。いやいや、ヘアバンド。本当に良くないですよ。よくわかったね、今。いや、勝利。やめよう。すいません。俺たちはお笑い芸人なんだよ。あくまでも。ここで大学生だってダメなんです。すいません。見てる人いますからね。すいません、そうですね。ね、はい、いなくなっちゃいますよ。そうですよね。あのですね、はい、バンドっつってもね、うん、一つのバンドを取り上げるんじゃないです。あ、今日は違うんですか。僕の、偏見というか独断というかね、はい、もう僕好みの、うん、あのね、僕バンドが好きで、そうですね、とっても大好きなんですよ。大好き。あのですね、2016年、うん、僕の大好きなバンドが、うん、ただただ激アツなんですよ。へえ。早速上半期から振り返っていきたいと思います。はい、どうぞ。まず3月です。3月、3月にね、うん、あ、ちょっとバックで、何ですか、流れてきましたね。はいはいはい。銀杏ボーイズっていうバンドがいるんですけど、はいはい、知ってますよ。銀杏ボーイズですね、2010年、うん、11年に、うん、まあ、4人バンドだったんですけど、うん、この銀杏ボーイズは、今、ボーカル1人しかいないんですよ。あ、そうなんですか。峯田和信っていうんですけど、うん、まあ、バンド3名が脱退して、1人体制になって、あ、そうなんだ。今までこうツアーとか、うん、フェスに出たりとかね、うんうん、映像、銀杏ボーイズの映像っていうのがあったんですけど、この銀杏ボーイズがついに今年の3月に DVD を出しまして、お、4人最後のツアーのライブ映像と、うん、フェスでの映像と、うん、峯田和信一人体制になってからの弾き語りのライブの映像、ものすごくレアな、へ、超豪華版の銀杏ボーイズ、いい、ね、はい、DVD ボックスが出て3月に。ほうほうほう。僕はですね、この銀杏ボーイズ、去年好きになって、うん、ずっと CD ばっかり聴いてライブ見たいなと思ったんですけど、はいはいはい、あんまり YouTube にもないので、うん、ものすごく嬉しくてですね、へー、すぐタワレコで予約して買ったんですけど。で、3月、まあ、銀杏ボーイズがね、予期せぬこの DVD リリース。で、4月ですね。はい、4月は銀杏の話は終わり。銀杏終わりです。終わりですか。いや、上半期からなんかあっという間だったからびっくりした。好きなバンド。お前好きだな。でも流れてます。顔がすごい。
今流れてきてますね。続いてザ・クロマニオンズ。わあ、僕が一番好きなバンドなんですけど。なるほど。4月はザ・クロマニオンズが、はいはいはい、ツアーファイナルで、うん、沖縄に来たんですよ。音市場、ほうほうほう、見に行きました。へえ、どうでした？3回泣きました。1日でってこと？1日ですごいな。このライブ1時間半、約1時間半の中で赤ちゃんでもそんなに泣かないと思う。いや、赤ちゃんより泣いたよ。へえ、赤ちゃんより泣いた。ザ・クロマニオンズ、うん、3回泣いたんだ。いや、ちょっと話戻りますけどね、うん、まあ、リュウジさんもゴイス的になんか語らせたら俺も長くなるわということで、ぜひとも ね、すごいですよもんね。僕もうちょいで20歳なので、うん、お酒を飲みながらちょっと話したいんですけど、わいいね。まあ、ザ・クロマニオンズ、うん、また後ほど話しますが、はいはい、まあ、4月ツアーファイナル、うん、沖縄来て見に行って3回泣いたって話です、うん、で5月6月、うん、ちょっと話戻るんですけど、銀杏ボーイズのボーカル峯田和伸が、うん、BS プレミアム、はいはいはい、NHK の奇跡の人というドラマの主演を演じるっていうね。へえ、これは俳優としてってこと？峯田和伸はミュージシャンの傍ら、うん、俳優としての活動もやってるんですよ。ああ、そうなんだ、はい、まあ、主役ですよ。へえ、ヒロインに麻生久美子さん。ああ、なるほどね。この奇跡の人もね、ものすごく面白いですので、うん、面白かったですね。で、まあ、5月6月こんなもんで、うん、まあ、上半期はちょっと少ないんですけど、もう下半期行きますよ。8月。いや、あっという間だな。いや、行くよ、お前。ポン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 行くな。時間ないんだよ。すいません。今流れてますよね。はい。ユニコーン。ユニコーン。8月、ユニコーンが2年半ぶりにアルバムを、ニューアルバムをリリースしたんですよ。おう。ユニコーンは、まあ、1987年に結成して、うん、1993年の6年間の活動を経て解散するんですけど、一度。うん、16年の時を経て2009年に再結成するんですけど、へー、いいね。もう、そうやね、いいね。じゃあ実は、うん、ユニコーン解散前の活動よりも、うん、再結成後の活動の方が長く活動しているという事実が、へー、今年発覚しまして、じゃあ俺なんかも一回解散してまた結ぶか。いやちょっといやもう早すぎるだろ。俺なんか結成してまだ半年で。早く早く。いやね、これね、うん、そうそう、ヒゲとボインとかね、大迷惑とか名曲がありますけど、1987年から6年間、うん、93年まで。で、2009年から2016年も7年活動してまして、うん、まあ、ニューアルバムをリリース2年半ぶりに。すごいね。そしてツアー、うん、ユニコーンツアー、今現在行っておりまして、こちらツアーファイナルまた12月に沖縄に来ます。へー、僕、そのユニコーンのツアーの沖縄公演のチケット当選しました、見事。おめでとうございます。ありがとうございます。大好きだね。沖縄コンベンションセンターで。すごいわ。お笑い芸人の顔じゃないもんだって。本当に楽しみでしょうがないです。今ユニコーンも沖縄が7年ぶりなんですよ。おー、7年ぶり。再結成して最初のツアーファイナル以来の沖縄公演なので、へー、本当に楽しみでしょうがないんですよ、ね、すごいね。で、同じく、はい、8月、はい、スピッツがまたこちら2年ぶりに来ました。3年ぶりか。3年ぶりに、ね、スピッツ大好き。アルバムをリリースして、うん、まあ、曲は小さな生き物ですけど、うん、小さな生き物以来3年ぶりにスピッツがニューアルバム冷めないをリリース。素晴らしい。そしてまた年末クリスマスに沖縄にね来ますからね。スピッツはまたコンベンション同じくユニコーンの次の週にスピッツが来るっていう。うわー、なんてことですか。2016年。すごいテンション上がってる。こんな熱いのじゃないだろ。すごいすごいすごい。おかしいですよ。おかしいんです、2016年は。本当にバンドシーンが熱すぎるんですよ、あまりにも。うるせえ。スピッツは、いや、残念ながらスピッツは取れませんでした、チケット。あ、そうなの。即日完売で。え、まるでダメでしたね。取った。おいおいお前、じゃあユニコーンの翌週お前スピッツ。俺スピッツ行くよ。いや、熱いですね。いや、でも俺が取れなくてもお前が取れたんだ、それでいいです。お前いいやつだな。本当にバンドの話してる時いいやつだな。いや、まあ8月、まあ8月はまあこんな感じですよ。ね、どんどん行きますよ。まあユニコーンスピッツがね、出しまして、うん、素晴らしい。そして9月、モンパチがなんと2年連続でアルバムをリリース、はいはいはい、おー、これはね、モンパチの中でもスパンがあまりにも短い。あ、そうなんです。必ずね、1枚出したらまあまあの期間伸びるんですけど、うん、2年連続で、まあ、今姫よりの歌っていう、うん、去年リリースしたピーポーピーポーから流してるんですけど、まあ、プリティグッドっていうね、ニューアルバムを9月にリリースしまして、うん、で11月はワッタワンダフルワールドがね、豊崎チュラさんビーチで2年に一度のフェスありますからね。ありますので、これも本当に楽しみでしょうがないんですよ、うん、で同じく9月、はいはいはい、ポンポンいきますね。ザ・クロマニオンズがニューシングル、はい、ペテンシロックをリリース。まあ、これはね、毎年ニューシングルと
アルバムを出してますので、うん、9月にまあクロマニョンズがニューシングルをリリースしまして、11月にまたニューアルバムをリリースするんですが、なんと、うん、クロマニョンズ2006年に結成して今年で10年を迎えるんですよ。おおめでたい。実はね、まあ、ご存知ザ・ブルーハーツ、リンダリンダ、トレイントレインなど名曲揃いのザ・ブルーハーツ、ブルーハーツ、まあ、ブルーハーツの河本大翔と真島正俊が、うん、クロマニョンズをやってるっていうのはもう言わずとも知れ、言わずとも分かるとは思うんですけど、まあまあ分かる、ボーカルの方はね、まあ、ブルーハーツはね、うん、1985年から1995年の10年間の活動を経て解散しました。おお。で1995年に解散して、また同じく河本大翔と真島正俊が、うん、ザ・ハイローズを結成するんです。ハイローズ聞いたことあります。ハイローズはね、有名な曲、あの日曜日よりの下とか、はい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 、シャンララありますけど、そう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 、ハイローズも1995年から2005年の活動10年間で解散しました。おお。2006年ザ・クロマニョンズ結成、今年で10年。おお。え、終わるの？なんと、うん、終わる気配が全くない。おお、素晴らしい。しかもですよ、うん、ブルーハーツ・ハイローズ、オリジナルアルバム8枚しかリリースしてないんですよ。おお。クロマニョンズもすでに10枚目をリリースしようとしてます。すげえすげえすげえ。これはね、あの2人にとっても、うん、河本大翔と真島正俊の2人にとっても、これ未知なる、これバンドとしても未知なる、わかりますか、もう。ベラッと。2枚も上回ってるんですよ。ベラッと。ただね、何が起こるかわからないので、まあ、クロマニオンズファンとしてはね、ちょっといつ、もう覚悟はしておきたいと思っております。まあ、9月、10月、もう11月、もうニューアルバムリリース、本当に楽しみにしています。全然面白いこと言おうとしてないな。いや、言わないだろ。本当に。そしてですよ、そして、何？今月10月、はい、ハイスタンダードがね、ハイスタンダード。ハイスタンダードが16年ぶりの新曲リリースと。おお。これは本当にね、僕は本当にね、まさかでしたね。目を疑いました。なんかすごいリリースの仕方してるね。はい、10月4日かな？うん。火曜日。うん。3限の時間でした。大学3限。おう。パソコン室で。おう。パソコンでたまたまハイスタンダードを検索すると、うん、ヤフーニュース。うん。新曲リリースと。おう。なんとこのリリースの方法も事前告知プロモーション一切なしのゲリラ発売です。へー。急にレコード店、急に CD ショップに行くとハイスタの新譜が置かれてるっていう、この夢のような。びっくりだね。いやー、ちょっとこれは俺引きましたね。いやー、もうすぐ引いたんだ。いや、すぐ次の日買いましたよ。おー、素晴らしい。いやー、だすごくないですか。すごいね。オリコン1位ですよ、告知もしないで。おー。いや、星野源も抑えて、世界の終わり、ラッドウィンプスさえも抑えて、夢どころ全部抑えて、いや、今流れてますけど、この新曲、アナザースターティングライン。はあ。まあ、ハイスタンダードもね、まあ、インディーズのバンドなんですけど、インディーズでも異例の100万枚のアルバムを売り上げるっていう、まあね、まあ、1990年代から2000年に活動を休止をするんですけど、まあ、2011年のね、東北震災を、このきっかけにまた日本を元気づけようということで3人が再活動して、うん、2011年からまあ5年間ずっと活動しているものの、新曲の発表は未だになかったんですが、このタイミングですよ。2016年、アナザースターティングライン。2016年、すごいね。このアナザースターティングラインっていうこのね、歌の名前も歌詞も、うんうん、昔のファンを泣かせるようなね、歌詞なんですよ。歌い出し、うん、まあまあ、ハイスタンダードは英語の歌詞しか歌わないんですけど、うん、歌い出し、うん、I'm home again、 おー、帰ってきたよって歌うんですよ。おー。いや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 、開口一番泣くだろ。ファンは。これは。しかもね、エアジャムっていうフェス、ハイスタ主催のエアジャムっていうフェスが12月にありますから、4年ぶりに。おー。そのフェスを前にして、なんていうサプライズなんだ。ファンからするとこんな嬉しい話じゃないですよ。ちょっとマイクの音量下げてもらっていいですか。いや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 、本当にね、本当にこんなに熱い。大丈夫ですか。いやね、もっと言うとね、もう今年はイエモン、ザ・イエローモンキーも活動再開したり、ほうほうほう、イナゴライダーの活動再開ももう発表されて、ね、本当にもうバンドが熱いです。すごいですね。僕先週岡本ズのライブ見に行きました。止まらんな。いや、もう本当にね、本当にもう、どんどん持ち込んでくるな。いや、本当にもうおかしいんですよ、2016年。本当に。岡本さんどうでした？二十歳の、いや、もう岡本さんすごいですよ。あら、岡本。はい、分かった。ダウンタウン浜田、はいはい、ダウンタウン浜田正俊さんの長男坊がね、ベースや弾いてますけど、すごいですよ、ね。あれだけベースが目立つのは、俺、本当にすごいと思いました。とてもすごかったです。もう興奮しました。二十歳の話してじゃん。二十歳の年に、なんてこんなサプライズが。ああ、なるほどね。
熱すぎる。あまりにも。すごいね。確かに。あまりにも熱すぎる。うん。いやだからね、あのキイチさんの代わりにベース弾いてて、リュウジさん言ってますけど、僕ベース始めることにしたんで。ベース始めるみたいです。いや、ベース始めますよ。みなと、僕はあの音楽で食っていこうと思ってるんで。おかしいですよね、うん、もう本当に言ってることがおかしいんだよ。いや本当に喉痛いんで喋らさないでください。これ以上なんだばい、いやが喋ったんだろ、ね、ベラ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 。あのですね、いや言っときますよ、うん、これ2週間に1回これやってるじゃないですか、僕ら。やってますよね、みなとは2週間に1回。みなと僕再来週銀南、うん、ボーイズプレゼンしますから。そうだね、もうこれはあくまでもバンド一つ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 ね、あの今年のものすごいバンド一つ一つ、あの、うん、年末にかけても僕プレゼンしますので、はあ、触りです、あくまでも。触りにすぎないんですね。いやもう本当触りにすぎないです。楽しみにしておいてください。楽しみにしておきます。どうでしたか2016年バンドシーンは。いやでもすごいね。うん、今こんなして改めて聞いてみると、これ全部2016年の出来事だったんだみたいな。そうなんですよ、思えるね本当にね、うん、本当にすごい。本当にすごいんですよ。鼻ビービーしてから。いや本当にすごいね。はい、もう本当にね。いやいや、だからよく寝れそうですよ今日は。いろいろ注目していきたいなって思ってますけども、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうまずはお前はもうスピッツを楽しんでください。ありがとうございます。僕の分も。そうですね、本当に港の分もぜひぜひお願いします、ね。うん、港の顔が描かれたうちわ持っていこうね。おお、素晴らしい。素晴らしいね。草野さんもびっくり。誰だと。こいつ誰だ、あの彫りの深いやつが。ねえ、ありがとうございました。好きになりました。ありがとうございます。なんか聞いてみようかなって思ったね。今ぜひぜひあんまりね、うん、耳なじみのないバンドとかも出てたけど、ね、まあなんかメジャーではないバンドもまあ紹介しましたからね。結構聞きたいなって思いました、うん、いやぜひともよろしくお願いします。おすすめあったらお願いします。はい、わ、はい、かりました。というわけで来週はね、来週は俺が勝利から僕にプレゼントしますので楽しみにしています。よろしくお願いします。以上、これでお前も好きになるでした。はい。はい、エンディングでーす。はい、どうも。早くもエンディングですよ。エンディングでございます、うん、あのちょっと延長戦になるんですけど。まだ話してないか。いやね、あのハイスタンダードがね、はい、アナザースターティングラインっていう曲を出して、うん、まあ、新たなる出発って歌ってるんですけど、はいはい、ね、ちょっと勝利の前で照れくさいんですけど、うん、まあ、僕もね、また新しいコンビとして2016年活動再開ということでね、うん、はいはい、まあ、僕にとってもアナザースターティングラインなんですよね。おうおうおう、このタイミングでまさかだからこんな曲が出るなんてと思って、勝手に今僕のソウルソングにしてるんですけどね、この曲を。ほんとこういうの弱いからやめよう。いや本当に、ね、俺のための年だなって。本当に2016年はすげえ。いや本当にね、ありがとうございます。嬉しい限りですね。アナザースタンディングラインですか。アナザースターティングラインです。スターティングラインですよ。かっこいいです ね、 本当にね。よろしくお願いします。本当にね、うん、俺は音楽で食っていこうと思って。おかしいよ、新たなコンビ組んでって言ってるそばからね、はい、急に音楽で食っていこうっておかしいよ。いきますよ。ようじゃないよ。中谷子さんツイッターですね、あのキーツさん、はい、大平スタイルのキーツさんベースなのってことで、あの人ベース達者なんですよ。うまいですよね。はい。一回見たことありますけど。ねえ、上手ですよ。あの人もあれ、なんならバンドを昔やってた人間ですよね。うん、まあ、遊びでですけど。だからハイスタンダード、ハイスタンド好きになったのも、このリュウジさんとキイチさんがね、うん、よくバンドで演奏するのを聞いて僕ハイスタ好きになったんで。へー。いや、本当にいいバンドです。素晴らしい。素晴らしいですよ。いや、だから、うん、フェスもあるし。フェスもあるね。ユニコーンも来るし。うん。楽しみだらけですね。音楽的に。音楽的に、ね、お笑い的にはもう疲れました。何言ってるお前。まあまあ旗揚げありましたけどね。お疲れ様です。お疲れ様です。明日も学校ですよ。明日学校ですよ。学校どうですか、始まりましたけど。いやだいぶなりますよ。いやでも学校始まりましたみたいな話してないじゃないですか。あ、してないか。してないですよ、ラジオの中で。あ、でも、うん、楽しいっちゃ楽しいかな。あ、本当に。まあ世界のうちなんち大会が今週の木曜日からあるんですけど、うん、まあ、僕の学科沖縄の沖縄をね勉強する学科なんで、うん、結構その関連、まあ、僕ら旗揚げもね、うん、ちょっとそこ世界バカ者うちなんち大会と銘打ってフェスをやりましたけど、ね、旗揚げ記念公演、うん、まあ、やっぱりなんかそれも絡んでではないですけど、なんかちょっといろいろなんか沖縄的にも結構いい流れというかね、楽しいイベントだらけかなっていう感じはしますね。うん、
学校いいね。学校まあ意外に始まってみたらそうなんだよね。楽しいもんだよね。夏休みがでも2ヶ月続くとまあだれるんだけど、始まったら始まったでね。また楽しいな。バイトみたいなね。うん。バイトみたいな感じです。バイトみたいなね。行くのは嫌だけどね。行ったら楽しいんだよねみたいな、ね。バイトは行っても楽しくないですけどね。そうですよね。なんだばよ。お前なんだば意見コロ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 変えて。いやもうそうなんですよ、どこでやってるんですかってことで、ああ港の毎月最後の週の木曜日に、うん、早原町塚さんのねサウンドバーレイっていう場所で、うん、僕らバンド演奏してるんですよ、うん、芸人でバンド組んでまして、そうそうそう、僕と大平スタイルのキーチさんと、うん、ノルウェースウェーデンの店長と、うん、あと天仏館のスタッフ戸口さんの4人でバンド組んでるんですすごいメンバーですよ。で中田猫さんさっきツイキャスでも言ってましたけど、うん、ハイローズのライブ行ったことあるって聞いて本当に僕羨ましくて、へ俺が本当に俺初めてね音楽を聞いた、あれですよ、子守歌とか、うん、なんて童話とか、うん、あんなの覗いてちゃんとした音楽を聞いた初めての聞いた歌が俺ハイローズだったんですよ。へ母ちゃんがハイローズの青春っていう曲、うん、流してそれで僕音楽が好きになってでハイローズね、本当にハイローズ生で見れなかったら本当に悔しいので、ああぜひとも話を聞きたいですね。そうなんだ。まあクロマニオンズの前のバンドね。はい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 。やばい、もうこれももっとたっぷり話してもらう再来週以降やりますのでね。やりますのでね、よろしくお願いします。はい、もう月曜日こんな時間、僕らもそうですけど、うん、皆さんもねね月曜日週の始まり大変だと思いますけど絶対頭回ってないでしょ。ねダメだと思います。プロフェッショナルですから僕らは芸人のね、はいはいはい、ダメだと思うけど言わせてくださいね。何だるいですよダメだよ体がね言ったらダメだよ、そういうの。鼻水がもうズルズル出ますよ。すごいね。大丈夫ね。大丈夫じゃないですよ、ね、こういう時ってね、うん、だから大丈夫ですって嫌でも言うのがプロなんですよ。プロなんですよ。大丈夫じゃないですプロじゃないんです。まだまだです。アマです。アマです。アマチュアのアマは自分に甘いのアマっていう。うるさいうるさいそういう系のやめれ今日なんかそんな感じになってるからさそんな感じでいいんじゃないの。やめてやめて本当に。いやでもね、あっという間に時間来ちゃいましたけど、うん、まあ、来週はね、うん、さらに頭をねこうねお前やばいだろ本当に、ね、頭回転させてね、回転させてどんどんやっていきたいと思いますので、お送りしますので、はい、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いてください。はい、というわけで以上、はい、クーター進化の集まれワッター進化でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お大事に。みなとありがとうございます。ゆうみさんありがとうございます。毎度中田猫さんもありがとうございますね。愛知県のゆうみさんも本当に毎週ありがとうございます。感謝しております。綾野さんもね、ありがとうございます。ソファーストさんは運転代行俺